速稼塾の久保です、今日もね生活保護 YouTuber のあやさちゃんが動画を上げてくれてるんですけども、動画アップロードして2時間で165再生、そしてチャンネル登録者数が200人を大きく超えて235人になりました。でコメントも今の時点で9件ついてるんですよね。でテーマが生活保護っていうことで、これすごくいい目のつけどころだなと思うのが、生活保護ってこのね、来年でも再来年でも10年後でも検索されるキーワードなんですよ。これをロングテールっていうんですけども、いつまでたってもこの動画っていうのは再生され続けて資産家にね、すごくなりうるものなんですよね。だからテーマとしてはすごくいいですよね。しかも自分で経験したというところもあったり、生活保護って自動的にお金が入ってね、生活保護を受けてやったぜイエーイみたいな方が多い中で、いや生活保護きついっすよ、やってらんないっすよみたいな切り口もいいんですよね。そういうのも込みでよくできてる情報発信だと思いますし、で、これは戦略的にやってるのかもしれませんけども、生活保護っていうキーワードで食いついてくる方っていうのはね、やっぱり人の上げ足取りとかなんかね、自分の知ったかぶりを表現したいがためにコメント書く人もいるんですよ。それもうまく取り込んでるなと思ってね、いや素晴らしい情報発信だと思います。今までいろんなことをしてきた結果、投与されたその綾沢ちゃんのね情報発信なんではないかなというふうにして、私もねかなりこれはいい評価をつけたいなと僭越ながら思うんですけども、いやここからね綾沢ちゃんから何を学べるかってことを読み取ってほしいんですよ。いつもこのね綾沢ちゃんの動画を見ていい話だとかね、ためになるとか言うんで止まるんではなくって、じゃあ自分の情報発信したいそのロングテールは何なのかとかね、それから話題になりそうなキーワードを本当に使ってるのかとか、そして自分のトークスキルっていうのはどうなのかとかね、そういうことを綾沢ちゃんの動画を見ながら自分と比較して見直していった方がいいのかなと思うんですよね。だから多分ね、その速稼塾の YouTube クラブの中ではもう一番後発ぐらいじゃないかと思うんですよ、綾沢ちゃんが。で今までもねやってないことはないんですよ。今までもね絵本の読み聞かせとかね結構やってくれてたんですよ。でも多分ね今が最も充実して話しやすいテーマであると思いますし、しかもそれを視聴したい方も増えているっていうことで、発信者と受信者のテーマがね一致してるんではないかなと思うんですよ。これは素晴らしいストライクだなと思います。やっぱりね紆余曲折してたどり着いたところもありますし、諦めずにやり続けてきたところ、本当にこれがね伝える力に変わったんだなと思います。他のね皆さんもちょっと参考にしていただければと思いながら、動画の説明欄からどんな動画かなっていうのを見ていただければ幸いでございます。いや本当にねおめでとうございます。